メラニーアン・ソフィカ・シュケリックはアメリカのシンガーソングライター。メラニーと表記されることが多い。全米ナンバーワンヒット曲、心の扉を開けようや、ローリングストーンズのカバー曲、ルビー・チューズ・デー、ウッドストック出演時に演奏したレイ・ダウンなどでよく知られる。メラニーはニューヨーク、クイーンズ区近くのアストリアで生まれる。父親のフレッドはウクライナ系で、 母親のポリーはイタリア系のジャズシンガーであった。メラニーが初めて人前で歌ったのは4歳の時にラジオショーライブライクエイミリオネアに出演しギミーエイリトルキスを歌ったことであった。彼女はニュージャージー州レッドバンクのレッドバンク高校に学び1964年に卒業した。1960年代に彼女は芸能活動を始め、 ニュージャージー州、ウェストエンドの小さなコーヒーハウス、ザインクウェルで演奏を行った。学校を卒業すると、両親は大学への進学を強く主張した。したがって彼女は、ニューヨークのアメリカンアカデミー・オブ・ドラマティック・アーツで演劇を学んだ。ニューヨーク、クリニッビレッジのフォークククラブで彼女は歌い始め、最初のレコーディングの契約にサインした。最初彼女は、 コロンビアレコードと契約し、2枚のシングルをリリースした。その後、ブッダレコードと契約、1969年に、ボボ、エスパーティーがフランスでチャート1位となるヒットを記録した。彼女のデビューアルバムはビルボード誌で好意的に評価され、彼女の声は年齢を超えて賢い。彼女のこの LP のセレクションにおける非協調的なアプローチは、あなどれない。 彼女の新しい才能を作り上げると伝えられた。ありがとうございます。